山川、不起訴の動向か。西武担当記者、山川が本調子に近い状態に戻せれば、ファームで塩漬けにしておく必要もないでしょう。仮に、不起訴の判断が7月中に下れば、山川は8月中旬から下旬にも一軍復帰が見込まれる。ほんまに不起訴なんか、診断書もあるんやろ。本人は無理やりじゃなかったっていう証拠持っとるんかな。もう西武にはいられんやろ。FA 資格取得まで試合でさせて、あとはまた塩漬けしといたらええやろ。どうせ出ていくし。FA してどこも取らないとかないかな。イメージ悪すぎるわ。Y 中日ファンやけど、ただでも絶対いらん。もう判決出るんやな。被害者が示談金に納得したならそれはそれででいいんや。これから球団やファンが山川をどう扱うかは別問題やけどな。不起訴だろうが今年は謹慎してないと。不起訴ならばウアーと同じ立場だからな。どうとでもやり直せそう。まあ今年は出るのは無理やろね。